皆さんこんにちは、天運アーティストのあゆこです。本日は1月19日です。さてさて、今日ママチャンネルをお届けしたいと思うんですが、今日のお話はですね、1月に聴いた方がいい音楽、今月ですね、やっぱりお正月っていうのもありましたし、1月のタイミングって結構古き良き時代のものみたいなことが結構フォーカスされると思うんですけれども、音楽も1月は元子と結構童心に帰っていただき、私が聴いていただきたい音楽は童謡です。童謡っていうのは結構ね、言葉を考えていくとね、意味深な内容がね、あるんですよね。で、あと本当にこう昔から耳なじみがあるっていうようなメロディーラインなので、本当こう次2月の新月からは本当こう感情の方のね、お正月、気持ちの方のお正月に入っていくので、それの準備っていうのに対してもいいんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりみんなね、魂を持って生まれてきてるので、魂ずっと遡ると、古くいくとどんどん、音楽つながってる音のラインも、もうシンプルに実はなっていくんですよ。現代に来れば来るほど、複雑な音の重なり合いっていうので音楽は出来上がってるんですけど、もともとやっぱり、すごくシンプルな音階で、ほとんどね、なんて言うんでしょうかね、ずっともう本当に上行ったりとか、もうすごく昔に行くと、もう単純でシンプルな音階っていうもので音が組み合わさって出来上がってることが多いんですね。童謡はね、ちょっと無理とかっていう方がいらっしゃったら、ちっちゃい時にね、よく口ずさんでた音楽ってあると思うんですよね。それが世代によったらアニメソングの方もいらっしゃるかもしれませんし、そこら辺まで全然 OK ですので、できれば、例えばこういうのもいいと思うんですよ。よくお母さんが子守歌代わりに歌ってくれてた歌とか、あとそうですね、なんか学校でね、合唱コンクールで歌ったぞみたいな、そんな歌でもいいと思います。要はもう童謡に近いような感覚で、自分が聴いてた音楽っていうのをもう一度ね、このタイミングで聴いていただきたいなと思います。で、音源がない方は自分でね、口ずさんでみるのもいいと思います。口に出して歌うっていうのはもう言霊の最強になりますから、全然それでも OK です。ですからです、今日はですね、皆さん元気よく歌っていただいて、簡単な多分メロディーラインになるかと思うんですけれども、ぜひぜひ口ずさんでいただいたらなと思います。それでは今日の天運カラーと天運ナンバーいきたいと思いますが、今日はね、紺色です。で、数字は1になります。紺、どちらかというとですね、もうね、藍色、黒に近いような紺色でいいかなと思います。で、数字は1なんですけれども、今日は色の方に、意識を向けていただきたいなと思います。ということで、また明日もママチャンネルをお届けしたいと思います。天運アーティスト、あゆこでした。